柏原市昆虫館は奈良県柏原市の家具山公園に位置する自然博物館である。昆虫標本及び化石標本を1000点以上展示している。また、包丁温室では南西諸島周辺に分布する超約10種500頭が飛び交う姿を周年観察できる。1989年10月10日開館。 1997年5月に100万人の来館者を迎える。2002年、校舎より教育委員会に移管。2004年に150万人目の来館者を迎える。2007年、改修についての基本構想が作成される。2008年、町づくり交付金の補助などを勘案し、市長の判断により改修が決定。2009年12月1日より休館。 改修工事が着工される。この改修工事に、総事業費およそ3億円弱、展示部分の更新におよそ7000万円余りを用している。2010年5月1日にまず本館部分が開館し、同年6月1日に新館を含む全館が、見て、聞いて、触って、感じる、昆虫館として、リニューアル開館した。2010年10月に、 200万人目の来館者を迎える。2019年消費税増税に伴い、観覧料が改定された。2020年3月2日から3月16日まで、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、臨時休館処置が取られ、後に3月31日まで延長することが発表。最終的に5月31日まで休館処置が延長され、 営業時間を短縮したり、入館人数制限を行うなどとした感染防止対策を取った上で6月2日より営業再開した。ありがとうございます。